どうも皆さんご無沙汰しております。久々の動画になりますけれども、まあ去年ね、11月の末にね、私の不注意でこの大事なマイボートをね水没させてしまいまして、遊漁船の営業をちょっと休業せざるを得ない状況になっております。でまあその辺の状況をね、皆さんにお伝えしましたところ、まあクラウドファンディングっていう形で船の修理代を募集したらどうだっていうね、温かいアドバイスを多数いただきました。そんなこともありましてね、ここ1ヶ月ぐらいクラウドファンディングの準備をしておりまして、でまあ私もちょっとクラウドファンディングとかやったことなかったんでね、結構容量がつかめなくてすごい時間がかかってしまいましたけども、ようやくねクラウドファンディングの募集ができる状況になりましたんで、皆さんにご案内をさせていただきます。まあ今回ね、船がもう完全にそこで水没してしまってるんで、やっぱ結構元に戻すのにお金がかかりまして、まあ、船外機を当然そっくり交換しなきゃいけないのと、電気関係もね当然水没してるんで全部相当お返しなきゃいけないのと、まあ、ミョタンも水没したんで新しく買い直さなきゃいけないのと、まあ、若干船の補修も必要になります。であとはまあ水没した備品もねいろいろと買い直さなきゃいけないものもあったりして、まあなんだかんだでざっくり200万以上はかかりそうな感じです。でまあそもそもね、去年かな、去年1年半ぐらい前に船外機も新品にしてまして、まあ、その時にいろいろ他も手直ししててね、150万ぐらいね、1年半前にね、使ってるんですよ。で、また今回、この200万以上の修理代を全部自腹でっていうのも、なかなかきつい部分がありまして、ぜひ皆様の善意にご協力をお願いしたいと思っております。クラウドファンディングのね、概要については、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらからご覧いただけたらと思います。まあ、奄美にね、来れる人、遊漁船に乗り入れる人はね、遊漁船の割引チケットとかね、いろいろそういうリターンを準備をしております。また奄美にね来れない人、遠くから応援したいっていう人はね、ぜひ、それ用のリターンも用意してありますんで、ぜひそちらの方をご選択いただけたらと思います。今このチャンネルの登録者数が2万3000人ぐらいいらっしゃいますんで、まあ、そのうちのね 3% ぐらいの方にご援助いただければね、目標金額の200万円は達成するということにはなっております。まあ、どうなるか分かりませんけどもね、私もあれから2ヶ月近く経過しまして、ようやく最近はねまた遊漁船復活したいなっていう気力も戻ってきましたんで、まあ、ぜひ皆様の温かい、ご支援ご協力をお願いできたらと思います。また、私と一緒に海に行きたい人、もしくは私のね、釣りをしている動画が見たいっていう方がもしいらっしゃいましたらね、ぜひご協力をお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、船はねもう本当外側は全然問題なくて、もう本当エンジンとね電気関係だけ変えればすぐ復活できるんじゃないかとは思います。